はい、じゃあですね、成田空港温泉、空の湯を出発します。でね、ちょっとね、今ね、ちょっと寒いです。だけど、まあ日が昇ってきてね、暖かくなってきましたよ。じゃあ行きます。ここからでいいか。はい、じゃあですね、こっちから行くのは2回目、トータルで3回目の九十九里、有料道路ですね。今日ちょっと薄曇りって感じなのかね。スカーッとした晴れまではないですね。
回はこの辺でですね、マッドガードが脱落してしまいました。はい、ですね、旧国道128号ですね。結構ここは命がけです。はい、ここから、ここがですね、ま、汚染転がしの火自体は向こうにあるんですけど、ここがですね、車も通れる、なんていうんですかね、海岸沿い崖沿いだよねこれ。まあ、ゆっくり行きましょう。この辺でね、一回撮影させていただきましょう。すごいですね。あっちにも分かるかな、こういう風になってるの。あれね、遊歩道らしいんですよ。なんですけど、柵も何もなくてですね、超怖いらしいです。ちょうどあそこになんか分かるかな、なんかぴょこんとなんか立ってるのが、あれがそうかな。いやー、すごいね、すごい垂直の崖ですね。いやー、これはすごい。はい、じゃあ、こんな感じです。はい、じゃあ行きましょうかね。ゆっくり行きますよ。よそ見しなくてもいいように、後ろに横向きのカメラを持ってきたんで、今日はこれは怖いね怖いね。今日日曜日なんでね、
あの対向車とかもいないね。でもまあちょっと道が狭いですので慎重に行きましょう。いましたね、対向車。国道だったんすよ、これ。すごいね。げっ、車来た。えええー、人が住んでんだね。ここが有料駐車場ってやつか。終わりですね、これで。はい、よいしょ。はい、一旦ちょっとここで